あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。あれはロボットアーム。かわいいよね。うん。嘘。はしご引き上げられてる。はしご下ろすね。やったね。ああ。あれ？うん。よし。この調子で頑張ろう。うん。待て。起こしちゃった？はせろ。フィッ。ここまでだ。あれ？ここも通れたはずなのに、モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。アームであのコンテナ掴めない？すごい。クラウド、もしかしてアーム担当だった？はい。え？あれ見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。飛び降りるの無理だよね。うん。あれは？ん？キャンプかな。ということは降りられるはずだ。こんばんは。誰もいないね。うん。
まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償、弁償、弁償ってなんだバーカ。お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ、のえ、あ、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ？バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだよ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。もうめちゃくちゃ。ケイ、いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。今のうちだ、ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。うまくいったね。ああ、だな。うん。あ、おう。ん？クラウド、今…急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。じゃあ、はい。へへ。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。はあ、昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。ああ。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。大丈夫？綺麗。え？瞳。ああ。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。
前見なくちゃね。ここ、うん、ちょっと待ってて。見て、隠し通路7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？あ大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。ティファ、クラウド、よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よ、よ。ダメ。ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。行こう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけど。ん？探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？店を切り盛りしている。クラウド、それ今関係ない。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。
いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは結構です。クラウド、行こう。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。とろっとろ。あ、なんだ、質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てか、ティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして、俺を追ってきたのか。街を出ないで、ジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何？気にするな、知らなくてもいい。あれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ、おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや、代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミ屋のマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか。ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、アニアに会うはずが、なぜ俺がこうか。あんなことだね。俺が話してる。エアリスがここだ。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド、交渉できないでしょ。あへえ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？あ、アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、
どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。表だ。残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつは当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。おー、どうしたのよ、ぼったくりじゃねえか。映画から来てるくらいよ、貧乏に渡った戦いだ。やっぱりウォールマーケットは恐ろしいぜ。くそ。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ？あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね、人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。またまた、ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、お二人さ、うちは手もみや、もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客としてもまれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お、戦う男の力強い、それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさ。話はそれから。さ、どのコースにするんだ。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほーら、力抜いて、悪いようにはしないからさ。うん、
あら、痛かったか？いや次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだい？声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだい？それともここかい？ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった？大丈夫？ああ。クラウド、変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏さい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？動きやすそうでいいと思う。それ褒めてるの？あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね。クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。どんな大会かな？この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。すげえ、お前も戦士じゃん。今からエントリーが？たくギリギリだな。2人で出るのか？いや、俺だけ。2人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠れ
ない都市ミッドガル、中でもひときわ輝くきら星ウォールマーケット、あなたの欲望を受け入れ叶える街ウォールマーケット、あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください、今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャル、ルールはたった一つ、相手を叩きのめす、完封の日までにぶちのめす、勇者なら知恵道博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました、イス格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。あんたたちか。どうしたのその顔。少しばかり金が必要になってよ、前座試合に出てみたらこの有様さ、あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえからさっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウドエアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。さて次はなんとカップルでの出場だ。なんたるバチが、しかも初参戦、いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ、入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃんしっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い、今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き、滴る赤こぼれる悲鳴、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はあ？素人か？人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合レディーファイト。この結果を誰が予想したでしょう。まさに大胆で返し、勝利したのはなんとクラウド&エアリスチーム。まずは1回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。続きましては、準決勝第2試合です。まずは、初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ！クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず、アウトローの町から弾かれたアウトロー。皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、あお前ら、うん、こ
100年 ?100 年も経ったか。うるせえ逃がる。え、何？おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルールもよる闘技場。コルネオがいいって言ったらいいんだ。オッケーが出てしまいました。もうめちゃくちゃ。ダゼに無勢、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディー。刻む。かなりだよ。ここまでよ。じゃあアンビリーバボー。信じられません。たった2人で敵を次々となぎ倒し、勝利を手に入れたのはなんとクラウド&エアリスチーム。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。ふん。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん。でも、ここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し、大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。兵器か。そんなのあり？さあ、100万ギルは一体誰の手に？さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ！コルネオ杯決勝戦、レイファイ！燃えるよ！なんかごめん。よいしょ。なんてこったの。
界の頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリスチーム。ご愁傷様。ふん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マム、すまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。チッ。これでティファを助けられるね。その前にマダム・マムだ。服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないから、観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリース。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。ついに始まりました。これは空気砲だ。待て、案外やっけなかったね。いや、これからだ。痛恨の設計ミスとしか言いようがありません。一体勝つのはどちらなのか。え、
おっと、なんだこれは。何、クルト、暖かな我が家が一気に、ついに人食いやヘルハウス。ダウン、集中していく。こうなったら手も足も出ません。飛んだ、飛んでいる。今建築士に新たな1ページが刻まれました。おっと、ここでバリアチェンジ。何を企んでいるのか。しいね、あんたが目をつけるなんて。気になるのかい。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだい。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？怒るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもなあ。この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。何でもや。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん？
んたが例の何でもやか。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるからよろしくな。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。あんたが親父だな。わしの息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション。あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよあれ。宿屋自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃよろしくな。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早くしまってください。こんなとこ見られたら。大当たりスペシャルおまけだよ。ビビ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 ッだ。おお、とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。おお、待ってたぜ。さあクラウドさん、あれを。これを。おお、マジか、すげえな兄さん。おお、こんなの初めて見た。このくらいどうってことない。いやー恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富だったみたいだな。まあな。くぅ、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。
でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？なあ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。考えられるとしたら、なんだ？原因は食材の鮮度、ちゃんと冷蔵できてないんじゃねえの？おう兄ちゃん、冷気にうるさい口か？どれ、冷蔵庫の設定温度を見直してみるか。鮮度ピチピチ、これは文句なしの食材だぜ。えい、お待ちそう。いただきます。重い。だめ、こぼれる。料理人冥利に尽きるね。あんたには感謝してもしきれないよ。これお礼と薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。もしかしてあんたこいつの連れか？まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。たく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか？ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。うわ、気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。3人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。うん、あの定食屋の飯、毒でも入ってたのか。薬を持ってきた、見せてみろ。ありがとう、助かったよ。これ大したもんじゃないけど、よかったら。はあ、安心したら今度はと。悪いけど出てくれるか。でその亀、いやメカみたいな恐ろしい絵をクラウドさんの剣がズガガガガッと。いえ、あの兄ちゃん家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外の奴らはどうだった？できるだけのことはした。そうか、残ってる薬は預けておくから、時間があったら届けてやってくれ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうど今いいものを持ってるんだ。いいもの？ま、もともとは服屋の親父のもんだけどな。定食屋から話は聞いたぜ。あんたたちこれを探してたんだろ。探してた？服屋の親父？なんだっけ。ああ、インスピレーション。当たり。ここいらの店主仲間は昔からの腐れ縁でな、毎晩集まっては景品をかけて勝負してんのよ。で巡り巡ってこいつが俺んとこに来て、はい、今はあんたのもの、超レアもの、限られた人間しか手にできないあの VIP 会員証だ。ま、持ってても何の役にも立たないんだけど。これってまさか。クラウドさん早く見つめ、いや、とにかく酔いどれに戻りましょう。福屋の親父によろしくな。親父、
待たせたな。ああ、こんな息子おったかな。例のものを取り返してきたぜ。おお、これはまさしくわしのインスピレーション。親父、それってそうよ、来る日も来る日もあの娘たちにドレスをプレゼントしてようやく手に入れたミツバチの館のビップ会員証じゃ。やっぱり！そうと決まったらこうしちゃいられん。すぐにでも娘たちに会いに行くぞ。店に戻ってプレゼントを選ばねば。俺も投資するぜ、親父！さあ、クラウドさんも一緒に。ウォールマーケットのお勉強はここからが本番ですよ。仕事は終わりだ。あとは好きにしてくれ。わかります、その気持ち。未知の世界ってのは誰でも怖いもんです。は？一緒に行けないのは残念ですが、ここはウォールマーケットの先輩である俺がクラウドさんのため体を張って一足お先にインスピレーションを体験してきます。この俺にドーンと任せちゃってください。待ってろ、ミツバチの館。待ってろ、娘たち。ろくでもない大人が多くて困っちまうよな。ほんと、そうだな。待ってたよ、クラウド兄ちゃんが。何の用だ？ようこそエクササイズジムダンダンダンへ。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですか、ボス。こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやすぜ。やる前から決めつけるのは良くないな。ふん、干からびたチュースタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは。後悔するなよ、ピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ早速始めるよ。負けてやる気はない。うん、美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続け、素晴らしい。いい感じだ、ね、その調子だよ。いい感じだ。このまま続けていこう。当然の結果だ。なぜ、なぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ、前腕。そうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわー、おう、どうだ、欲望の街を歩き回ってみた感想は。いろいろ初体験だったろう。このくらい慣れてる。依頼は終わりか。いや、最後にもう一件だけ頼む。ティファちゃんを助けたいんだろう。どういうことだ。ま、とにかく闘技場へ行ってくれ。話はそれからだ。これがチャンピオンの貫禄。膨れ上がった観客の期待に見事応えてくれました。熱気冷めらぬ会場に歓声がエクスプロージョン。さすがはチャンピオン、見事なもんだったな。あんたの取り分だ、受け取れ。ティファの件詳しく聞かせてくれ。ああ、ティファちゃんもボムに負けず劣らずのダイナマイトボディって話か。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ
あんたが本気でティファちゃんを助ける気だってのは今の戦いっぷりでよく分かったぜ。遅い。それで手を貸すとでも？まさか。言っただろう。面倒ごとに巻き込まれるのはごめんでね。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けてやれそうな気がするぜ。ここに来た頃よりずっといい顔つきになった。さあ、お勉強はここまでだ。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。女を待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。クラウドさん、ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった。お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。の上がりも。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか。だから、兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババッって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスは。じゃあ俺はここで。いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか。ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。ん？おい、どけって。見せ物じゃねえぞ。散れ散れ。どうぞ。お待たせ。エアリスなのか。うん。コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ聞いたけど心配だもん。はあ、ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ。私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。ミツバチの館、代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド
女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムがだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ。ええ、さあ奥の扉までお進みください。お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、うん、へえ、あんたも隅に置けないね。アニアンに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。が欲しいんだって。いいだろう。では花嫁にふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
いいね、キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラコ、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったな。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない、あの人びっくりしてたもん。クラウド、すごいステージだったね。クラウド、クラウドさんですよね。クラウドさん。やめてくれ、何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。あんたはマダムマムとアニアンクーニャンの推薦状を持ってるの、入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。この甘い香り、何？なんかぼーっとするような。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。あらら、どうされました？体調がすぐれませんか？いけませんね。ステーキまでご案内しますので、そちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。えやってるだろ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃすまねえぞ。分かってる。今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。
感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、七番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？よし、娘ども、ここに整列。はあ、うん、あ、見た顔だな。どっかで会ったか？まあいいか。よーし、お前たち準備はいいか？行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場だ。おひー、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひーほひー、お前にしようかな。それともお前かな。ほひー、決めた、決めた。今日のお嫁ちゃんは、今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ、ゲス野郎。あ、おい、今の誰だ？お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわ、おい、拒む仕草がういの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー、これ。お前どっち？俺こっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。おひー、よく見ると可愛いの。寄るな。おひー、これは進路線、たまらん。
これはなんだ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前らお客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。コルネオ様万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それならいつでも。ティファ、どう？うん、4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。ああ、お前闘技場の、何しやがる。エアリス捨てて。この野郎、待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してやる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。おひー、待った待った待った、薄汚い野郎だ。たまらん、いただきます。あー、おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。おひ、うん、あん、男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、ああ、何の話だよ。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ、シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひー、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューン、ドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。
な、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。おお、当たり。アンドー